丸山智子さん、どうぞ。丸山智子です。私はミスキャンパス同志社への参加理由から京都への思いをプレゼンテーションしたいと思います。まず私は自然と調和した趣のある素敵な風景をたくさん持っている京都のことが大好きです。だから京都の美しいところをもっと知りたいし、その美しさをずっと残していきたいと思っています。ではこんな京都の美しさをずっと残していくためには私に何ができるでしょうか。私が考える方法は2つあります。1つ目が京都を好きな人を増やすこと、2つ目が京都で頑張る人を応援することです。京都が大好きだと思って京都で頑張る人が増えたら京都の美しさは守られていくと考えるからです。この考えは京都を発信することで地域の活性を目指しているミスキャンパス同志社の方々と同じ思いです。また皆さんは京都の10人に1人が大学生だということを聞いたことがありますか。この数字からも分かるように京都にとって大学というのはとても大きな存在であり、京都では学生の発信する情報にさらに力があるということができると思います。だからこそ私はミスキャンパス同志社の一員として京都の良いところを身近なところから発信していく、この活動に意義があると思い参加を決意しました。以上で私のプレゼンテーションを終わります。短い間でしたがご清聴ありがとうございました。はい、僕たちとか考えるそれをこのミスキャンパスのテーマと沿ったことで参加していただいて本当に嬉しいですよね。はい、はい。